1日だけこんな感じで、次の日はもう30度だった。ああ、でも、うん、はい、了解です。こんにちは、水上警察隊です。ユダヤ、いや本当だ、もう本当は全て路中じゃないですかこれ。これはひどいですね、これはひどいですね、これはないな。ひどい、いや風強い、危ない、危ないな。風強い、これはやばいな。
ないね。これは危ないね。いやあ、なんでここちょっと止まったのかというと、一番風が当たらない場所で、これから今港の方に移するからもっと風があるので、ちょっと様子が分かってないので、安全なところでガイドを通知します。皆さん、じゃあそれではちょっと鶴ヶっていう町が、まあ、その鶴ヶ港として、まあ、国際港としてちょっと栄えていたという歴史が、はい、ございまして、その鶴ヶ港に、はい、あの鶴ヶ港に当たるのが多いです。大和国際連絡列車が開通された、うんうん、そしてここの駅で降りて、そして鶴ヶ港からロシアの方へ渡ったっていう、ここがある意味玄関口となってた場所でありまして、その開通っていうのが大体約110年前ぐらいになりまして、そこから今はちょっとこの鉄道資料館として栄えておりまして、そして向こうにもちょっと貨物のコンテナがあるんですけど、まあ、大体約20年前近くまでは、まあ、私が幼少期の時はまだ貨物船が走ってはいたんですが、まあ、そういったところでここが結構重要港として栄えてたっていうようなところでありまして、そういった話を先ほどしました。よかったねって。東京からロンドン行きの切符が買えて、鶴ヶからロンドン行きの切符が買えたんです。あ、そうですそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ夢がありますね。はい、夢で帰るなんて。時間も押してまいりましたので、行きましょうか。一番嫌な役割です。ありがとうございます。では皆さん気をつけて参りましょう。
はい、じゃあ行きまーす。2班行きまーす。はい、危ない危ない、突風ですね、これこれ。僕はあの午前中行ってきたんで、あそこ行ってきましたね、大丈夫です。これ高田さん、これ入れて撮れないの、この地図入れて。いや、ドローンか。そうか。だってほら、ここ敦賀だよ。ここ敦賀。ドローンだね。ドローンだね。ドローンか。そしたらいいよね。こう入って、上からやったらこれで。それ、あの、国外の人。外国人のね。今日はもしドローンも出てたら、まあでも飛んでっちゃう。いや、帰ってこなかった。上海。これ世界地図が入ってるから。はね、はい、あそこ、あそこが敦賀です。でした。ちょっとスピード遅いんじゃないの？今日は遅めでやってるんですけど。いや、でも風の時怖いんだよね。行きます。なるほど。うん。今50
よし。どうす、はい、あそこがあのユダヤ人なんとかの入ってきた場所らしいです。昔はここが、はい、足跡のあれが全部ついてて、はい、辿ってってあのあれ全部丸いのが足跡になってて、で紀伊神社のとこまでこれも全部つながってるみたいなんですよ。はい、朝来たんですけど、だから多分ここから埋め立ててたんでしょうね。昔は多分港だったんだと思われます。すげえ逆走してる。開いてんじゃん、やっぱり。ローズだったらもう倒れてます。あ、ごめんなさい。よし。カードはまた返すで。ヤクさんロックしちゃダメですよ。ここで返していいの？返すです。これどうしたの？エンターキーって押してどうですか？次の施錠を。施錠してか。してそして、失礼しました。これで返却になります。はい、カード楽しみます。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。